さあ第2部が始まる。国とは、王とは。舞台はデインから移り変わって、前回の草原の奇跡の続き、クリミアとなります。先の戦においてデインの侵略を受けたクリミア王国は、新女王エリンシアのもと大人になっちゃったぜ。ガリアの協力を得ながら少しずつ復興を重ねていった。やったね。懐かしいね。この辺はこの辺からぐるりと回ったよな。もともと王位を継ぐべき立場にいなかったエリンシアに対するクリミア諸貴族の反発は大きく、多くの有力者たちは面従腹背の姿勢で女王に対していた。クリミアを救った英雄アイクはその功績をもって謝罪を与えられていた、うん、そういえばそうだったね。しかし古くからの伝統に固執する貴族たちはこれを不服としてエリンシアに再三の抗議を申し入れ、宮廷を幾度となく紛糾させた。このような不毛な権力争いを嫌ったためか、アイクは半年前国内の復興が一段落したことを機に爵位を返上し王宮を去った。しかし貴族たちの反発は収まらず、せやるな、ガリアに対する友好姿勢、デインに対する賠償問題などエリンシアの穏健な政策を弱腰として暗に非難し続けていた。ひでえ状態だぜ。いきなり胸クソじゃないか。生々しいな。さて序章流れていくぞ。はい、胸クソタイムです。奥にいる二人、何か見えますな。民が納得とかさ、なんかあれじゃん、これソシャゲの5年みたいだな。新規が、初心者が、その本人が気に入らないだけだったりするよね。いつの世も規模も違えど流れは変わらんな。そう、政治というものがお分かりでない。いや、ほう、すげえな、ここまでの胸クソっぷり。エリンシアが心配だぜ。マーシャちゃん、雰囲気が変わりましたね。随分と大人になったように見える。見た目だいぶ変わったよな。ほう、クリミアに来て半年、割と最近なんだな。バカアニの方もマジかい。懐が深いぜ。なあ、本当だよ。よくあることなんです。うん、負けちゃダメだぞエリンシア、頑張れよ。ジョフレ、ルキのユリシーズ、私と兄も、兄は本当に及ばねえけどな。エリンシアのそばに弩級の有能がいてくれて助かったぜ。さて、少し寄り道して帰りましょう。あら、不良だぜ。彼女も甘いものには目がない。え？うわ、届き者どもめ、下がれ、下がらんか。おいおい、俺たちは随分ついてるじゃないか、モブがよ。この世で最も美しいと歌われるセリノスの詐欺のために。なるほど、これほどまでとは。公爵連中が欲しがるわけだぜ。
前回にも登場したジジイですが、年老いたカラスなど誰も欲しがらん。いやいや、こう少々道を外れただけだ、問題はない。ボロクソだぜ。タイム。撃退しなきゃいけないんだぞ。こう所詮相手はクリミアだ、帝国相手に何もできんさ。これはかたじけない。しかしレディー型を残して逃げることなどできはしませぬぞ。断固戦います。ぶっ飛ばして差し上げましょう。さあ始まりました。じいさんニアルチ、ステータス的には力がやや足りんか、くちばしの威力ももうちょっと足りませんがね。攻撃は27ですが速さが36でぶっ飛んでいる。なんだかだこのじいさんこんな強かったのかとなるところですね。そして今回堂々の参戦リアネプリンスイーグレットで、歌の範囲は、上下2マスです、あるいは左右2マス。飛行できる分ちょっと制限されてる感じですね。さて問題はこのドラゴンナイトたちなんですけど、ご覧の通りべらぼうに強い。さすがですね、ドラゴンナイトはこのゲームにおいても花形、非常に扱いがいいですからね。では蹴散らしていくしかないでしょう。あ、そうだ、エリンシア、ステータス的には前回よりもさらに一回り強くなりましたね。例によって杖と剣を使いますし、最上級職奥義、教官でよかったかな、覚えています。でマーシャ、前回は普通のペガサスでしたが今回はファルコンでの参戦となっているぞ。やっぱり3年前の戦を経験している人たちはステータスがやや優秀ですな。きついなこれ。行くぜ。空中戦参ります。ほら、ふう、必殺エイヤー。細身だからね、少しだけ必殺出やすい。最上級職の都合あんまりあれです、経験値は入らないのがあれなので、マーシャで取るべきでしょうな。さあどんどん行こう。行くぜ。ここはマニアック補正が逆に行きますね。ノーマルハードだとマーシャが槍できついんですが、3すくみないので、ね、存分に暴れていけるぜ。ただ経験値の量もしょっぱいからそんなに暴れられはしないが、たったの10かよ。ほぼ全てをマーシャで取ってギリギリといったところですかね。歌います。今回はまあ守りきれば勝ちなので、よし、ニアルチ強いな。何気にカラスが初プライアブルですね。前作の操演でメサラを選んでいなかった場合は今回が初、あれもスポット参戦みたいなもんですからね。事実上今回が初と言っていいでしょう。では失礼しちゃうぜ。 OK。ちなみにここの敵はリアーネに対して攻撃は仕掛けません。あくまでリアーネを奪い去ろうとします。なのでわざとリアーネを、さらわせることによって相手の能力値を下げて、立ち回るということも可能です。来ないかな、怖いよ。お、下げた、偉いぜ。ではどんどん行こうか。ちなみに空中戦はお互いのユニットが、飛行ユニットであるときに発生するやつです。なので意外とレアだったりします。
ある程度一気に数減らしていきたいんですがね。1,2,3,4,5,6,7,8 リアーネの斜め下まで行けばちょうどいいですかね。エリンシアよりマーシャの方は軽く出せるんだよな。武器補正だね。よし、ここかな。で、雲の上の補正を利用していこう。リライブ。雲は少しずつ流れていくからね。向こうも補正入っちまったぜ。少々痛いが問題ない。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2 ここがいいね。 OK。 で、持ち物交換、手やりにして杖でね、ちょっとニアルチの化身ゲージの管理がちょっとヤバそうなんで、化身解除ちょっと今からゲージ貯めといて、一番重要な最後の数ターン、そこの立ち回りが重要でしょう。一応経験値を稼いでおきましょう。こういうのって最後になっていきなりみんな暴れ出すパターンですからね。間違いないですね。うい、意外と敵の行動が遅い。1,2,3,4,5,6,7,8 ここか。攻めていいのかな。ちょっと強いな。ちょっと手やり失礼するぜ。手やりを投げる意味はなかった。一応ケア、リライブ。今何ターン？ 4 ターンか。よし、ここのボスは確かショートアクスとか持ってた気がしますが、必須ではないよね。見ての通りめちゃくちゃ強いんだよね。なんで？さすが精鋭といったところか。ここだったかな。さあどうぞ。来た、デインに近寄らなかった男、ハール。ベビリオンであんなに足止め食ったのは俺のせいじゃない。いや、お前のせいだ。こんにちは。さて、話す。ハールさんじゃないですか。よう。そうだぞ。よく犯したんだぞ。あいつら追い払うの手伝ってください。3年前一緒に戦った仲じゃないですか。結局、揉め事に巻き込まれてんだな。ジルさんなら間違いなく助けてくれただろうな。全く気は進まんが手を貸してやる。やるとなったからには気を手を抜かずに、まあ、気は抜かなくても大丈夫だと思う。とんだ言い間違いだぜ。見てくださいよ、なんだこれ。さっきまで強えと思ってたんですけど、この人。あれあれ、幸運以外マジで完全上位と言っても差し支えないぜ。どうなってんだ本当。やべえよ。交換、手やり同士にしておきましょうか。弱点があるとすれば薬持ってこなかったぐらいですかね。いらっしゃいませよ。愚かなハールを狙うとは。にしても敵が全然来ないね。1,2,3,4,5,6,7,8 だからここかな。よし、こんなに敵が来ないマップだったのが意外だね。話す。ハル様、荷運びの仕事の途中、あなたには関係のないことなのに。随分と腰の低い王族だな。付け入られるばかりじゃないのか。すみません。
おお、話がわかるぜ。自分の身は自分で守ってくれ。こういうなんかさらっと言うのなんだよね、やっぱくぐってきた場数が違うってね。1、2、3、ちょっと待って、何マスいるんだこれ。1マス分ぐらいかな。1、2、3、4、5、6、7、8、ここで手やりでいいんじゃないですかね。まとめて相手してやるよ。こいや。うわー、敵将動いたよ。全員来るのか、とても困るな。1、2、3、4、5、6、7、8、まあ殲滅しますかとりあえず。 OK、 武器レベル上昇。エリンシアがどれだけやれるか。ゼロだぜ、すげえ。 5×2、 ハールマジ強え。すいません、ハールさんの強さにむせて編集点を作ってしまいました。なんということをしてくれやがったんだ。強すぎて有罪だぜ。うい、一人でドラゴンナイトを始末できるってな、どの作品の FE においても割と破格だと思いますが、ハルさんの強さがわかるな。最高だぜ。じゃあとりあえず歌いましょうか。ではでは、マーシャでできれば取りたいんですがね。こっちはなかなか強いじゃない。よし、オーケー、レベルアップ。まあまあだな。まあ漢字のところ全く伸びてねえけど。ニアルチのゲージとてもいい感じですね。一応お直しするぜ。さあターンエンドだ、動け。さあリアーニ奪い去った。わざわざ今遠回しさせたのはこの雲の上に乗せないためですね。いい感じに動いてくれました。ではあとは始末するだけ。ご覧の通り追撃は自由自在だ。ただ勝てんだよなこいつ。足りなかったらどうしよう。行くぜ。さあ落ちろ。どんな無垢を晒すか、お前が晒すんだがな。お覚悟。その貧弱な命中で一体何をしようというのかね。ふう、おい、ここで倒せなかったらやり直しなんですが。足りるね。マーシャで取った方がいいかな。ハールさんどうせレベル上がんないしなこれ。ではゼフリンじゃねえか。お前ハール、ますます腐っちまったのか。ベグニオン清流騎士団はうるちゃい。こういう相手になってやろう。すげえな、この時点で格の違いがよくわからん。でも向こうの道はなかなかですね。だが無意味。うい、そう今回キャンセル持ちかなりハール強いですからね。さあではお料理といきましょう。完全勝利ですね。よし、おいっと、おい、うわー、経験値そこそこがっぽり、ありがとよ。うわー落ちる。ショートアクスを手に入れたぞ。
ハールさんが使った方がいいと思うが、まあ今は交換できないので。ふぅ、スマートに逃げたね。怖い思いをさせてしまいましたね。これなんかアルファベット逆にして読めば読めるらしいよ。まああれです、意外とリアーネ様は結構元気のある子です。リュシオ王子も元気、やったぜ。ほう、私どもはちょうどクリミア王宮に向かっていたところ、アイク将軍にお会いしたい。宮廷を出てしまわれました。どっか行っちまったんだよ。どうにもなりませんぞ。ビップだぜ。そうだよな、すがりたい気持ちもあるわな。結局アイクたちが出て行っちまったのに何も変わんねえんじゃ、出て行き損だぜ。お、非常にシンプル。では今回は以上で終わります。ありがとうございました。